お名前は、鬼神聖者です。今日は何をしてくれるの？今日は動物を使ったパフォーマンスをご覧に入れたいと思います。おー、いいわね。動物は好きだよ。それじゃ、早速お願いします。というわけで今回は陸印を解説していくぞ。過去一番編集に手間のかかる茶番でしたね。独立した陸印の伝というのはないが、御所陸外伝に付属する形で彼の伝が書かれている。陸印、あだ名は軽装。幼衆五軍五県の人で、五の陸士といえば陸村や陸公などを輩出した超名門の家だ。単純に家の格で言えば、孫氏よりもはるかに上なんですよね。彼の家系は陸村などの本筋とは離れたところにあり、具体的な系図は不明なようだが、五軍陸士の一族であることは本文にも明記されており、陸印はその中で、陸外の弟にあたる。兄の陸外も、孫公の在位中に左丞相を務めたりした立派な人です。さて、陸印の経歴はあの孫後最大の汚点とも言える二級事件より始まる。この後期に活躍する人物は、若手時代にここを通過するから悲惨ですね。もはや説明するまでもないことと思うが、二級事件というのは、孫権の後継者を決めるために起こったバカでかいお家騒動だ。本当なら皇太子の孫家に継がせるところ、孫権は老王の孫派を寵愛し出したために、二つの派閥が形成され、本来なら葬儀して決めるまでもない後継者の座を、互いに争わなければならなくなったんだな。で、陸印は以前から孫家に目をかけられていて、礼を厚くして迎えられたんだが、やはりこれを許さないのは老王派の面々だった。陸印は老王派によって罪を着せられ、きつい拷問にかけられてしまう。三国志本文では、陸印はどれだけきつい拷問を受けても同志に責任転嫁することはなかったとあるが、五六によればその詳細な経緯が書かれている。孫派を支持する人物のうちで、楊軸という人があった。孫権は楊軸に引権すると、側近の者たちを下がらせて、二人で孫派の才能について密談し、楊軸は孫派が文武両道であり、人の上に立つ器であると孫権に勧め、孫権もこれによって、なんと孫派を大使とすることを約束したそうなんだ。つまり、本当なら二級事件はこの時点で、孫派の陸大使で終わるはずだったということですか。ところが、これをベッドの下で密かに聞いていたのが大使派の患者だった。一方陸印は首都圏領を離れ、武将に行くことがあったため、その出発の前に孫家に大使挨拶に向かうところだった。おや？大使殿下に挨拶しようと思ったのですが、姿が見えませんね。陸印、こっちだ。殿下、いかがなされたのですか。そのような粗末な格好で。実はカクカクしかじかなわけで。そなた武将に行くのであろう。どうか陸村に口利きしてくれぬか。わかりました。大使を拝着させるなどあってはならぬことですから。かくなるわけで、陸印は武将に着くとこのことを陸村に話し、陸村は孫権に孫派の陸大使を辞めるよう還元するといった塩梅なんだが、まあ見事に秘密が筒抜けになったわけですね。で、孫権は楊軸と自分だけの密談を、なぜ武将にいる陸村が知っているのか疑うようになり、楊軸が漏らしたのではないかと彼を質問した。そんな滅相もございません。そうだ、きっと陸印のやつです。近頃西方に行ったのは奴しかおりませんから。そこで孫権は容疑を確たるものにすべく、まず陸村に使者をやって誰から話を聞いたかを正した。すると陸村は陸印から聞いたことを自白し、これによって陸印は獄に繋がれてしまうわけだ。陸村に売られてしまいましたね。さて、じゃあその陸印は誰から話を聞いたのかということが次の争点となったわけで、陸印はきつい拷問にかけられるが一向に口を割らない。そりゃあ大使から聞きましたと自白したら、それこそ拝着どころでは済まないでしょうからね。で、ついに陸印が言ったのは、楊軸からすべて聞きました。そういうわけで、なんとまんまとはめられた楊軸まで拷問にかけられ、ついに攻めくに耐えられず虚偽の自白をしてしまったんだ。孫権も最初の予想が当たったために、楊軸は処刑され、孫派の陸大使の話も振り出しに戻った。さて、この一件で害を被ったのはもう一人。そう、陸村だ。まあ、知ってはならない秘密を知ってしまったことに変わりはないでしょうからね。陸村は孫権から剣石の手紙を何通も送られ、その最中でとうとう憤死してしまったわけだ。さらに陸村と縁石であり、大使派に所属していた古丹、古将、養親は流罪、陸村と手紙のやり取りをしていた誤算は獄死した。ほんと誰も幸せにしない争いですね。知ってはならない秘密を知った上で、その件について真正面から還元した陸村も行動が軽率だったと思うが、どのみち陸村が動かなければ孫派の陸大使が決まっていただろうし、引くも地獄、進
休むも地獄って感じだな。孫川といえば、なんとか自分のポジションを守り通すことはできたが、知ってはならない秘密を利用してのことだったために、陸遜をはじめとする自分の支持者を多く失ってしまう結果となり、二級事件もさらなる泥沼と化してしまうわけだな。じゃあ、二級事件の渦中に身を投じた一人である陸遜はどうだったかというと、調査軍にある公用犬の特軍隊に任じられる。だいぶ都から離されてしまいましたね。またこの調査軍というのが蛮族の大市であるとされ、五官所の南蛮列伝には、調査番として名前が載っている。官所の南越列伝によれば、大半が蛮族であるとも書かれているし、大毛が皇帝になって、各地の名前が改められた時、調査軍は天蛮軍と改められているなど、まあとにかくその蛮族の多さを語る記述がまま見られる。しかも公用犬の西側には鉱山という山があり、およそそういう蛮族の根城としてもうってつけだったことが伺える。まあなんともヤバいところに飛ばされちゃいましたね。この後もっとヤバいところに生かされるんだけどな。石油11年248年、調査からさらに南の甲州では各地で反乱が相次ぎ、州全体が広く混乱に陥った。ここからが視聴者が見たがっていたところ。そこで陸遜は甲州市し、安南高尉に任じられ、この地の反乱鎮圧に赴くことになった。この反乱の指導者は張子定というまだ23歳の裏若き女性。彼女については以前解説したが、もう4年以上前のことなので、今一度軽く振り返ってみよう。張子定は三国志本文には登場しないものの、大越式前書などのベトナム側の資料にてその名前が見られる。身の丈なんと900、でかいのは身長だけではなく、その乳房はなんと300という何から何まで規格外の女性だ。ちなみに、バストサイズについては資料によってばらつきがあるみたいで、壮大に書かれた太平間浮きではなんと500とされていますし、太平洋乱の371巻、人事部12に載る甲州記の記述によれば、なんとバストサイズは数百とされ、もはや測ることも諦めている様なんです。さて、そういう奇烈な反乱軍に対して陸遜はどう立ち回ったか。まず三国志本文の記述のみを追っていこう。陸遜は甲州の地に入ると、武力行使には及ばず、まず国家の恩恵と誠実さを説いて回り、公領軍の頭目皇后をはじめ、3000余の家が投降を申し出た。その後も陸遜は説得に努め、国家は結んだ約束を違えないことを誓い、また財貨をも分け与えることで、つい200を超える頭目と、5万を超える家々が陸遜の前に降伏したとある。諸葛亮のとはまた違いますけど、陸遜もまた、心を攻めることで南方の平定を図ったんですね。ただ、武力を行使しなかったというわけではなく、相互軍や移り軍では武力衝突があったらしく、これを打ち破ったとある。そうして、討伐や説得で降伏させた者たちの中から8000人を選び、正規の軍に編入させた。陸遜の功は大なりとして、安南将軍に昇進したようだ。と、さっき言ったことにもつながるが、三国志には張子定の名は見られない。彼女と陸遜との戦いはベトナム側の資料にて見られ、大越式前書の外記巻の4によれば、急進軍に拠点を構え、人々を集めて抵抗したが、陸遜に平定されたとある。また甲州記や甲子市を見ても、陸遜に平定されたことのみが記録され、詳しい戦況などは書かれていない。現存する資料の中で、張子定について記す最も古い記述は、8世紀の唐で編纂された書学記が引用する、南越史という5世紀の南朝宋で編纂された書物の記述だが、それにも、象に乗って戦ったことなどは書かれていたが、やはりそれ以上の内容は見られなかった。例の逸話がなかなか出てきませんね。そう、この例の逸話というのが、あの陸遜全裸作戦だ。三国志大戦でも実装されたあの作戦ですね。急進軍を拠点に暴れ回る張子定の反乱軍に対し、陸遜の鎮圧軍はその対処に苦慮していた。というのは、反乱軍は象に乗って戦っているため、その巨体から繰り出されるパワフルなアタックは防ぎがたく、騎手に対しては矢も当てにくい。さてどうしたものかと手をこまねいていると、張子定は見込んであり、男の裸に免疫がないという情報を得た。そこで陸遜は一計を案じる。よし、向こうが象を使うなら、我らも象で対抗しましょう。作戦は見事に成功。陸遜率いる全裸軍団の前に張子定は戦意を喪失し、ついに敗れたという話だ。この世の終わりみたいな陣形で草。でも、この話って出どころはどこなんでしょうね。そう、そこだ。かつて張子定を解説した時は、まだ初期の動画ということもあって資料の精査も甘く、話のネタとしても面白かったのでつい採用してしまった。ウィキペディアの張子定の記事でも、要出典って注がつけられていますね。そこで今回の動画では、過去の反省も踏まえ、この陸遜全裸作戦がどこから出た話なのかを、できる限り調査してみた。まず簡単なところでウィキペディア、張子定、から。日本語版ではさっきも言ったように、全裸作戦の一文が出典なしで書かれている。では中国語版、
またベトナム語版はどうかといえば、この二つは日本語版よりも情報量が多い一方、全裸作戦については特に書かれていない。ここまで上がった、大越式前書、甲州記、甲子市、南越市にも全裸作戦についての記述は見られなかった。ベトナムの歴史を史にした、大南国史演歌、にも、張子貞の活躍は書かれていたが、全裸作戦については書かれていなかった。ウィキ文庫にある太平洋欄より、張子貞、張王、馬張、張貞丞、と、張子貞を指す4つの名前で検索をかけてみたが、これでもやはり引っかかることはなかった。まさか太平洋欄にまで載ってないなんて。ここでアプローチを変更。上記のキーワードで検索を試みる。ネット覚えたて小学生の検索ワードかな。ところが驚くなかれ。なんと結果は、ビンゴだった。なんだと。さっきの検索ワードにて当たった一つがこのサイト。ここは、ベスタ、つまりベトナム科学技術協会連合の公式サイト。そこの、2014年1月8日のニュース記事の1ページだ。ベトナムの歴史上の英雄として、張子貞を紹介している記事ですね。記事の下部になんと、Google 翻訳による直訳なのでちょっと日本語が変だが、陸院全裸作戦とおぼしき内容を発見。ついに手がかりが出てきましたね。記事中のルク、ダンとは陸院のこと、バ、トリュートは張子貞のことだ。そして、ソンチとはソン氏のこと、ウートは語のこと。これを踏まえて内容を意訳するとこうなる。陸院は張子貞の弱点を探るため、孫子の教えにのっとり、彼女についての情報を集めることにした。敵を知り己を知れば百戦危うからずですね。そしてついに、張子貞は優雅、清潔、礼儀を好み、不潔で無礼なものを嫌うという情報を得た。それでピンクの河川部のとこ、この軍隊は全裸で槍を持つという格好で、イカれたように束になって張子貞に突撃。全裸で槍を。それで張子貞は恥ずかしくなり、とうとう逃亡したというわけだ。そして重要なのが、青の河川部のとこ。なんとご丁寧に出典まで明記してくれている。ついに見つけてしまいましたね。この署名は、漢字に直すと、大南一等氏。ベトナムの元朝時代に漢文で書かれた直線の地理書だ。成立にはやや複雑な過程があり、編纂が始まったのは四大皇帝の始徳帝の頃、始徳35年、1882年、に草稿が完成したが、戦乱によって印刷されるまでに至らなかった。それから27年後の維新3年、1909年、に、大南一等氏の再編纂がされたものの、この時すでにベトナムはフランス領インドシナに組み込まれ、北部と南部はフランス直轄の植民地だったり保護領だったりしたため、その内容はベトナム中部やその周辺一部の地域にのみ限定された。己列強め。ただまあ、張子貞が活躍した急進軍は、ベトナム中部のタインホア省に当たるので、維新本でも記述は見られるわけだがな。それでこの維新本は1941年に、なんと日本のインドシナ研究会にて写本が刊行され、現在でも国会図書館デジタルコレクションにてその内容を見ることができるというわけだ。ベトナムや日本の先人たちのおかげで、陸院全裸作戦の全貌がつかめたというわけですね。言い方、ちなみに、始徳本の方は2015年に中国から発行されるようになったらしい。それで話を戻すが、その大南一等氏にて、張子貞の活躍が記されたのが、17巻の聖歌章の中にある、列女譜の項目。確かに、五族長王とありますね。そしてこのように、防戦部分から陸院の名前と、全裸作戦が決行されたこと、それに対し張子貞が恥ずかしがったことが書かれているのがわかる。まさか日本から出た書籍でその真相を突き止めることができたとは。また、大南一等氏と同時期に書かれたタインホア省の地方紙、聖歌記章にも、このように陸院が全裸になったことが書かれている。これが書かれたのはいつ頃かわからなかったが、編者の大井帝は1908年に亡くなったようなので、大南一等氏の維新本以前に成立したのであるのは確かなようだ。しかし、どれだけ探しても、19世紀末から20世紀初頭より前の文献で、これに関する記述を載せるものは見つからなかった。また、張子貞が本当に男性に対して免疫がなかったかといえばこれも疑わしく、太平洋欄の371巻、人事部12に引く甲州記によれば、少年数十人をそばにはべらしてたとある。より古い文献では張子貞の公職な部分が書かれていたわけですか。こういうわけで、陸院全裸作戦の記述が事実であったかは正直何とも言えないことなんだが、一応、この逸話が直線の書物にも記されたような時代があったのも事実ということは忘れないでおきたい。ネット発祥のデマとかではなかっただけでも一つ収穫ですね。あとこれは余談なんだが、この逸話について調べていた時面白いものを見つけたのでちょっと見てもらいたい。え、何これは？これは2009年にベトナム教育出版社より発行された、長女王メリンの放棄、という絵本だ。長女王っていうと、五巻の初めに孔子で反乱した長姉妹のことですよね。
左ページの兵士たちは、まさか。そう、この絵本は長姉妹の反乱を書いたものなんだが、その鎮圧に当たった五感の副派将軍馬縁は兵士に命じ、下半身を露出して敵に当たらせたとある。すごい絵本が出ていたんですね。それでこの絵本なんだが、JVT24 の2015年1月15日のニュースによると、馬縁がこんな戦術を用いたという事実はなく、また対象とする年齢の読者には表現がふさわしくないという理由で、発禁処分になったことが決まったようだ。ページ開いてこれが目に飛び込んできたら頭を潰してしまいそうですね。おい、肝だぞ。あ、こやついうっかり。さて、そんなわけで甲州の反乱を鎮めた陸院だったが、その後の統治については価格の上昇によって明らかにされている。いわく、陸院が着任して以降、甲州ではたびたび起こっていた災害による被害も少なくなり、疫病も収まってきたという。よって、交易する商人は安心してここに立ち寄ることができ、住民も活気づき、田畑の実りも豊かになったんだそうだ。また州の役所は海に面するところにあり、毎年塩害に悩まされていたところ、陸院が貯水池を作ったことでこれも解決した。また過去に甲州の獅子として着任する者は、この地で採れる名産や宝物に目がくらみ、いたずらに挑発することも珍しくないわけだが、陸院はそういうことはせず、彼の夫人に至るまで質素を旨として生活していたらしい。戦上手なだけでなく、その後の統治でも着実に実績を積み上げていったんですね。そんな陸院だが、孫休が皇帝に即位した永安元年258年に甲州から召喚され、清涼徳に転任し、徒弟公の爵位を賜っている。清涼といえば、かつての医療のことで、慶州西部の重要な防衛線ですね。この清涼という地は、かつての陸村の任地でもあり、その後は保湿、補強親子が代を継いで徳となっていた。陸院は翌年に清涼徳から移ることになるが、その後任には陸公が、清涼と関来から白帝城までを守備する形でついた。一応は、保守と陸氏がバランスよく任についている感じだな。この頃補強はどうしていたのかというと、記述が少ないので定かではありませんが、職が滅んだ直後に益州に侵攻したメンバーの中に部分将軍として名前が見えるので、少なくとも亡くなったわけではなさそうです。ちなみに、補強が亡くなった後は弟の補選がその兵を引き継ぎ、272年まで清涼徳となったようです。それで、この時の様子も価格の上昇に記されており、甲州の住民を内地に移住させるにあたっても、皆陸院のことをしたい、喜んでついていくので、脱走を防ぐための見張りをつける必要がなかったという。甲州と内地で文化や気候や食べ物も随分違ってくるでしょうに、それでも喜んでついていくとは、よほど慕われていたんですね。その翌年はさっきも言ったように、清涼徳から移り、古林徳になったそうだ。この古林という地は、三国志失海の御主殿を見ると、上皇沿岸、およそ武将の下あたりにあったことが記されており、孫休が牢屋王だった時に居住していた地でもあった。ということはここから河口を望める、いわば大義前線の用地でしょうし、皇帝の古地ともなればやっぱり責任重大な土地なんですね。それで、陸院がこの官職にあった時に、外で拠点を守らせるよりも、都に召喚して定業を助けさせるべきであるというわけで、価格によって上昇がされたわけだ。ただ、その上昇をもって陸院本人に関する記述は完結しているので、この上昇通り都に召喚されたかは不明だけどな。兄の陸外は269年に亡くなっていて、臨終の際に国の支えとなる人物を数人挙げたわけですけど、親族の中では陸公や陸騎が挙げられ、陸院の名前は見られないので、もしかしたら陸外よりも前に亡くなっていたのかもしれませんね。子には陸式がいて、父の死後は爵位を継ぎ、養父将軍、蔡宗徳に任じられたようだが、天策元年275年に孫興によって陸外の子の陸英一族ともども建安郡に強制移住させられた。というのは、陸外は生前、孫興に対してもはばからない態度をとったり、時には配立を企てるようなこともあり、孫興からは非常に警戒されていた。いつかは陸氏を処分したいと思っていたが、陸外死後もまだ陸公が存命であるため実行できず、274年に彼が亡くなったためついにことに及んだというわけだ。ところが、天禧2年、278年、になると一転して陸式は権領に呼び戻され、元の将軍号と爵位を与えられた。この頃は秦による御侵攻の機運も高まってきてましたし、やっぱり陸氏の力を頼らざるを得なかったのかもしれませんね。というわけで、陸院の解説と考察だったが、どうだっただろうか。やっぱり、長子帝の反乱鎮圧が一番印象に残りますけども、意外と方々で活躍していたんですね。鎮守は陸院に対し、清廉潔白で職務に励み、南方で名声を得た、と端的に評価している。
実際蓋を開けてみると、確かに彼の活躍としては甲州での反乱鎮圧やその後の統治という点が最も際立っているが、都にあっては大使尊化のために暗躍したり、慶州にあっては重要な拠点を守備したりと、この領土三州すべてで何かしらの活躍をしてはいるんだよな。あとはまあなんといっても、今回は陸院全裸作戦の出典とおぼしき文献にたどり着けたのが何よりもの学びでしたね。そうだな。といっても、文献は100年程度までしか探れなかったので、より古い文献による情報が出てくることに期待だな。前回解説した時は晩年、宗妃の怒りを買って獄に繋がれて官職を剥がれたんですよね。だけども宗妃は彼の類稀な音楽の才能を惜しんでか、処刑まではしなかった。考えてみると、音楽一筋だった時からその居場所を奪うというのは、処刑される以上の生き地獄だったのかもしれないな。それを知っててやったのならかなりエグいですね。こういうの考えるの面白いんですよね。これについてちょっと、196年に有能が検定を迎え入れたとして、そこから数年先ぐらいまで考えてみようか。まず考えられそうなのは、有能は曹操みたいに皇帝の権威を盾に天下に号令したりするようなことはないんじゃないかと思う。というのは、多分最初の方は良い気でいられるだろうけど、有能じゃ次第に持て余すようになるんじゃないかと思うわけだ。陳寿の評価でも、有能は猜疑心が強く決断力に欠けることが強調されていますからね。そこで細胞や海越といった、新曹操の有力豪族が、検定を曹操に差し出して恩売りをしないかと打診する。結局曹操のところに行っちゃうんですね。それで、有賃難費にあったような恩賞や官職、爵位などが与えられるが、多分もういくらかその恩賞に色がつけられるはずだ。遊具や徴用みたいに、在外で大尉とか大芝とかやらされるかもしれませんね。史実から見た有能という人物は、慶州一周を保持することに努め、積極的に打って出ない人物と伺えるので、曹操を背後から支援する代わりに、慶州と身の安全と立場を保障してもらう。両者の間でこういう紳士の関係が結ばれることだろう。さてそうなると、有能と曹操の間のパワーバランスが史実とは異なるものの、結局曹操が検定を要した事実は変わらないので、その後は史実通り、理覚、予布、演術などを滅ぼしていく。有能が恩売りがてら曹操の支援をしていけば、どの戦でも史実より楽に勝てそうな感じですね。曹操による華北の統一はある程度迅速かつ安全になるものの、その後の南進がかなり手間取るんじゃないかと思う。慶州を攻める大義名分がなくなりますからね。だからまあ、有能がなくなるのを待って、新曹操勢力と通じて内側からじわじわ侵食するのかもしれないが、史実のような強硬手段には出られないだろうな。死後は大夫を追贈からの、曹操の逆恩売りがスタートですかね。そういえば、慶州を攻められなくなるということは、長州との戦いも発生しなくなるので、天野総攻、総安民も生き残ることになるんですね。あと、有能と曹操が同盟を組んだ状態で関東の戦いが起こると、戦後劉備の寄る辺がなくなるってのも大きいかもな。そもそも裏切らずに、曹操の下で予習僕を続けるのかもしれませんね。動画の参考文献や追記事項はブログにて掲載しております。イラスト、ブース、ブログの URL は動画説明文にリンクを貼っていますので、よろしければご覧になってください。ニコニコ動画、両つべともにご支援いただきありがとうございます。皆様の応援コメントや評価、リクエスト、広告宣伝などなどによって、この動画は支えられています。それではご視聴、ありがとうございました。